その三田製麺所流の唐揚げの作り方を家庭でできるような形で、大魔神がレシピ作り方を伝授してくれるそうです。あ、くっついちゃったりしますもんね。あっちぇ。どうも、三田製麺所のつけ麺 T です。前回唐揚げの作り方を解説してきましたが、今回はその応用編ということで、いろんな唐揚げを使ったアレンジメニューを今大魔神があちらで作ってますので、そちらの方を食べていきたいと思います。なんでも今日は唐揚げのアレンジの定番ということで、チキン南蛮と油淋鶏、そして唐揚げ丼の3種類を紹介してくれるそうです。ちょっとお腹も空いてきたんで、楽しみに待っていこうと思います。はい、大魔神です。よろしくお願いいたします。前回に引き続きまして、唐揚げをより一層美味しく召し上がるために、今日はチキン南蛮風のアレンジができる、タルタルソースを作っていきたいと思います。あっ、片茹での卵を、フードプロセッサーがあるお家はもうフードプロセッサーで砕いてもらっちゃえばいいと思うんですけど、今日はこの手で砕いていきたいと思います。砕けません。そういうの言わんのよ。ほんと砕けないんだって。卵が逃げてた。まあね、みじん切りみたいな感じで包丁で。そうですね、ちょっと崩しやすく、卵サンドを作ってる方はもう全然問題なくやっていただけると思うんですけど、まあ、なるべく細かく、一回ちょっと細かくしてから。そうですね、マヨネーズたっぷり使います。で、このマヨネーズのところに、先ほど切った卵を入れていっちゃいます。ここでさらにちょっと卵とマヨネーズを絡めるように。結構僕は食感を感じたいんで、粗めに。あ、いいです。確かに僕も粗めの方が好きですね。で、ここに、胡椒、お塩、玉ねぎの刻んだやつですね、みじん切り玉ねぎを入れて、さらにここ頑張ります。ここしっかり混ぜ混ぜ頑張ります。ちょっと検証円なんないよう頑張って、おじさんだから。おじさん言うな。どうでしょう、こんな感じ。あ、いいですね、粗めで美味しそうなタルタルですね、うん、僕はこんな感じが好きです。はい、出来上がりです。はい、じゃあ、お皿に盛り付けます。野菜、これ絶対まあ重要ですね。野菜を添えて、はい、先ほど仕込んだタルタルソースを豪華にたっぷりめにいきます。いいですね。どうでしょう、チキン南蛮風の完成です。いただきました。チキン南蛮風のアレンジということでいただいていきたいと思います。タルタルがね、たっぷりかかったところが美味しいですよね。いきます。顎の音がすごいよね。俺ね、ゴリゴリしちゃうんですよ。軟骨があれで。いやー、合いますね。合いますか。めちゃめちゃ合いますよ。やっぱこのタルタルのね、そのゴロッとした卵の感じと、その濃厚な旨味と、そのサクッとした唐揚げがベストマッチですよね。そうですね、はい。まあ、これタルタルソースは皆さんの秘伝の、レシピがあるでしょうけども、一度、はい、こちらもお試しいただけたら。各家庭秘伝のレシピあるから。いや、タルタルはあるんじゃないかな。皆さんこだわりのレシピがあると思うんですけども、これはもう非常に簡単な、非常にシンプルに仕上げた
タルタルソースだと思ってます、はいはい、ぜひ一度試していただけるかなと思います。まあなんか言っておりますけど、市販のタルタルソースでも美味しいので十分です。ぜひ試してください、はい。続いて、さっぱり食べられる油淋鶏風の簡単なレシピを教えていきたいと思います。あじゃあ砂糖ですね。このボウルとホイッパーを用意してください。これ砂糖、はい、結構入れます。で、お酢、でまずこのお酢と砂糖でよく混ぜて砂糖を溶かしちゃってください。はい、ある程度溶かしました。次醤油入れていきます。で醤油入れたらまた溶く。はい、もう砂糖も溶けきりました。で最後にごま油ですね、これも入れてください。あ、よく中華で見るタレになってますね。そうですね、これ完成です。簡単ですね。はい、じゃあ油淋鶏次盛り付けていきます。で、はい、で、こちらも唐揚げの上に、唐揚げの上に野菜ですね。これはもうお好みで玉ねぎをスライスしたやつとか水菜とか、はい、混ざってます。でこれに先ほど作った油淋鶏タレを、これも惜しみなくかけたら油淋鶏風アレンジの完成です。じゃあ続いて油淋鶏の方をいただいていきたいと思います。じゃあタレがたっぷりかかった部分を水菜と一緒にいただきます。うん、タレのね、酸味がね、その、まあ、サクッとした唐揚げにすごい染み込んでて、あっさりいただけますね。あとはこの油淋鶏のタレをかけるときに、はいはい、まあ、揚げたての唐揚げをちょっとこう、ざく切りに、細かくしてもらって、タレかけるとより味が染み込んで美味しいと思います。なるほど、ぜひお試しください。お試しください。では最後に唐揚げ丼を作っていきたいと思います。調理法は丼にご飯、あとキャベツの千切りがあればキャベツの千切りをご飯の上に、で、先ほど揚がった唐揚げを乗せて、あとはソースとマヨネーズをかけるだけで完成です。はい、ソースもブラックソース使います。おびー、もうお好みの量でお願いします。で、マヨネーズ、こういうの結構 100円ショップとかでも売ってるんで、あるとピーッと出すといいですよね。でねビーどうでしょう。お、これでもう唐揚げ丼完成です。完成です。で最後ついに待望の米が来ました。唐揚げ丼の方をいただいていきたいと思います。はい、お願いします。もう非常に簡単でしたよ ね、 そうですね。その揚げた唐揚げにキャベツ敷いてソースとマヨネーズ、どこの家庭でもできるので、はい、いただきます。いや、男飯って感じしますね非常に野蛮なと言ってはあれだけど、豪快でワイルドで美味しいですけどね。やっぱこれでいいんですよ。そうですね箸が止まりませんね食べ過ぎには気をつけてください。わかりましたはい、というわけで2回にわたって唐揚げの作り方からその応用編、アレンジの方法まで解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっと揚げ物ってやっぱ家庭でやるにはハードル高いかなって思われているところはあると思うんですけれども、
まあ、簡単にできる方法っていうのを紹介しましたので、ぜひご家庭でお試しいただければなと思います。まあ、やっぱね、揚げ物する際はね、その火事にだけは気をつけてやっていただければなと思いますので、安全に気をつけて楽しい自炊ライフを送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。